あ、今日魚？まあ久々に焼き鮭食べるね。朝と兼用やもん。おばあちゃんって朝ごはん食べてないのよ。あ、そう、味噌汁はもうお茶か。うん、ええ、お茶は何ですか？お茶。お茶はこうやかないのか、戻る。あ、やった。うん。やった。ゴーヤが美味しい。どうも。まあ人それぞれあるけどね、好き嫌い。そうそう。なんて？これ食べてもかな。うん、うん、あ、漬物は古いやつから食べてくで。なんかあったろ、他に。これが古いな。それ何漬け？らっきょう漬け？どうしてこれ何か知らんけど、一番古いか。あ、それじゃない、まだあったで、もう一つ。ない、ない、あるかも。うん、それ美味しいで食べるわ。あら、あのか、はい、まくって。おお、びっくりした。びっくりした。朝けんだっけね。うん、これおつゆだこと思いよったね。うん、はい、どうぞ。はい。あら、おいかんねん。ありあわせ、ありあわせでこれだけあったら上等やね。残り物のありあわせ。いやいや、これ作っただけ。はい、ポテトサラダ。うん、それが酒の塩振りやんけね。うん、これも昨日の残り。うん、あのひじきと大豆と、えひじき、うん、ひじきと大豆豆っていうの、はい、なんか人参の、うん、炒めに、はい、これは何かね、はい、何やったかな、スマホ。うん、スイカはのみり、あの何やねんの、消化漬け。これね、韓国在住のヤンミさんに教えてもらったスイカのセンチェっていう、これがこの味付けが一番美味しかった。はい、いただきます。